はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぱです。今回は GIMP という画像編集ソフトをインストールする方法を解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。そもそも GIMP とは何なのかわからない人もいると思うので簡単に解説していきますが、 GIMP は初心者から上級者まで幅広いユーザーに支持されている画像編集ソフトとなっており、無料で利用できるにもかかわらず有料の画像編集ソフトと同じくらいの豊富な機能が利用できるようになっています。自分もこの GIMP をよく利用するのですが、主にサムネ用に特定の画像をきれいに切り抜いて背景を透過させたり、 OBS で使用するイメージマスクを作成するために GIMP を使用しています。自分のチャンネルを見る人は動画投稿をやりたい人や配信を行いたい人が多いと思いますが、 GIMP を使用することでより一層クオリティの高い画像を作成することができ、動画作成や配信時に活かすことができるようになるので、まずはこの動画で GIMP のインストール方法をチェックしてもらえたらと思います。それでは GIMP のダウンロード方法から解説していきます。ちなみに動作環境としてはこのようになっているので、事前に確認するようにしてください。それではダウンロード方法を解説していきますが、まずは説明欄に GIMP の公式サイトのリンクを記載しているので、それをクリックしてこのような画面を開いてみてください。開くことができたらダウンロード 2.10.30 をクリックしてください。ちなみに動画作成時点では 2.10.30 が最新バージョンとなっているのですが、時期によっては新しいバージョンが公開されて数字が変化している場合もあります。ただインストール方法までがガラッと変わってしまう可能性は低いので、バージョンの数字の違いは特に気にすることなく作業を進めてください。次に GIMP をダウンロードできる画面が表示されますが、 Windows を使用している場合 GIMP for Windows になっていることを確認してください。もしも使用している OS ではない場合は、 OS の名前が書かれたリンクをクリックすることで切り替えることが可能です。 OS を確認できたらオレンジ色をしたダウンロードボタンをクリックしましょう。ブラウザで Chrome を使用している場合は、画面左下にインストーラーがダウンロードされるので、こちらをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していて、どこにダウンロードされたのかわからない場合は、 PC をクリックしてダウンロードをクリックすると、 GIMP ハニャラランダンセットアップ .exe というのがあるので、こちらをクリックしてください。 GIMP ハニャラランダンセットアップ .exe をクリックするとこのような画面が表示されます。すべてのユーザー用にインストールが推奨されているので、こちらをクリックしてください。するとお使いの PC によってはこのような画面が表示されますが、はいをクリックしてください。次にインストール中に利用する言語を選べる画面が表示されるので、日本語であることを確認したら OK をクリックします。次にこのような画面が表示されるので、インストールをクリックしてください。するとインストールが始まるので、終わるまで待ちましょう。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので、完了をクリックしてください。 GIMP を無事にインストールすることができたかと思いますが、注意点として、インストールしてもデスクトップ上にアイコンが作成されないので、 GIMP を起動することができないと悩む人が多くなっています。なので GIMP をデスクトップ画面の下にあるタスクバーという黒い部分にピン止めして、すぐに起動できるようにしていきます。ちなみに自分は Windows 10を使用しているので、 Windows 10でのやり方を解説します。まずはデスクトップ画面左下にある、ここに入力して検索というところに GIMP と入力すると、このように GIMP が表示されます。次にこの上で右クリックして、タスクバーにピン止めするをクリックすると、デスクトップの画面下にあるタスクバーに GIMP が追加されます。あとは実際にこれをクリックすると、このように GIMP の編集画面が表示されるので、確認してみてください。ちなみに自分は動画投稿者、配信者向けに情報発信を行っていますが、自分が GIMP を使用するときというのは、サムネで使用する画像の背景を透過させたいときや、 OBS で使用するイメージマスク用に画像を作成したいとき、主にこの2つの用途で GIMP を使用しています。GIMP ではこれ以外のこともできるようになっていますが、自分のチャンネルでは主にこの2つの機能について今後解説していこうと考えているので、実際に動画が投稿された場合は説明欄のリンクからチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで、動画投稿者、配信者におすすめなソフトの情報や、録画や配信に使用する機材のレビューや使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。
もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gearticsというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。